皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ドラゴンクエスト11実況プレイパート75やっていきたいと思います。前回はこのホムラの里で騒がせていた、人食い狩流の騒動を、一段落つけました。まあ人食い狩流はヤヤクの息子ハリマが人食い狩流の呪いで、変貌していた姿だったんですけども、今までずっと効かなかった、ヤタの鏡の効果がですね、その人食い狩流がそれを持っていた母ヤヤクを、胃袋に収め、で、まあ、鍋たちが戦って弱ったおかげで、ヤタの鏡の効果で、ハリマがね、カリュウの姿から元の姿に戻ることができて、で、一応、カリュウの呪いは一応解けたということなんですけども、そのハリマも結局寿命を失って、結果的に亡くなってしまいました。まあ、この里は一度に二人も栄養を失ってしまったわけなんですけれども、まあ子供たちに励まされて、まあなんとかこの里も頑張っていけるんじゃないかと思います。で、この村で、その後、騒動が一段落つきまして、売り物を見てみましたら、なんとですよ、ハグレメタルヘルムにハグレメタル鎧が売ってたので、ついつい買っちゃいました。ヘルムに関しては二つも。まあグレイグとかシルビアとか、あとは神渡りも、ハグレメタル装備させた方が防御力的には上なんですけども、まあせっかく見た目変わる装備なんでね、これでいっかっていうことで、これでやっていこうと思います。いずれ、プラス3に鍛えられたらなと思ってます。ちょっと多分難易度高いだろうから、ちょっと苦しいかもしれないけど、頑張ります。はい。では、ヒドノキカズの火事場について聞き込みをしようってことで、理事長さんならなんか知ってっかな。何やら困りのようですが、私がお役立てることはありますかと。ありますよ。鍋はヒドノキカズのところにあるカズジューバーの存在について尋ねたと。おう、その話は私がまだわらべの頃に聞いたことがございます。炎の山の頂にて、聖なる種火を投げ入れしとき、遥か西より伝わる大いなる火事場が蘇るだろう。そういった伝承を守るため、火山の頂上は長い間禁足地として封じられておりました。しかし、里の救い主であるあなた様、まあ、ならば、禁足地に入ることも許されましょう。さあ、こちらをお持ちくだされ。礼は言ってなかったが、くださいだったんですね。はい、オッケー。なるほど。日野の木笠の中腹に禁足地。まあ、一応、マップには表示されてたからね、なんとなくそうじゃないかなと思ってたんですけど。行きましょう。亀に炎の剣とかと、両手系のね、大極拳も買ってあります。まあ、炎属性なんで、火山の敵には有効じゃないかもしれないけど、まあ、属性相性の関係で少しダメージ膨れる敵も、まあ、少なくはないでしょう。まあ、キングブレードと攻撃力1しか変わんないから、ちょっと迷ったんですけどね。キングブレードはキングブレードで回心率上昇ついてるから、まあ、あんまり出てないけど。まあ、炎の剣はなんとね、メタスラの剣よりも攻撃力が高かったんで、もう何本か変えればよかったんですけど、有金が、もうない。1万3000円ぐらいしか残ってないからね。はぐれメタル鎧とか買っちゃったからさ。そういえばここもう一体倒してない敵がいるんだよな。そういえば前にここ訪れた時になんかでっかい敵いたんだよな。そいつだったかな、もしかして。というわけでここですね。
さて、魔王ウルノーガに対抗するための剣を作ることができるのでしょうか。ここはただの一本道だと思うんだけどな。あ、なんかあの映像で見た場所に似てる気がする。聖なる種火が火山に反応している。火口の中に聖なる種火の炎をくべますかと。ほい、ちょいちょいストーリー中にさ、いろんなシリーズの作品のネタ仕込みますよね。火山に聖なる種火をくべるなんてね。一体何が、おい火山が上がってきてんぞ、大丈夫か。マジかよ。お、すごい、マグマから火事場が現れるなんて。この火事場こそ先代勇者さんたちが、勇者ちゃんたちが剣を打ってた場所に違いないわ。よし、やろうぜ鍋。魔王のやつをぶっ倒すため、ここで新たな勇者の剣を作るんだ。伝説の火事場。この台座から特別な力を感じる。ここでならば特別な剣が打てそうだ。よっしゃ行こう。お、やってるやって、早速。やべ、次は俺の番だぜ。あら、カメちゃん、抜けかけはなしよ。ねえ、ナベちゃん、あたしたちにも手伝わせてほしいの。先代の勇者も仲間たちと力を合わせ剣を作っておったようじゃ。わしらも負けではおれん。そう、これはあなただけの戦いじゃない。私たち全員の戦い。新たなる勇者の剣、我らの思いもその闘志に込めさせてくれ。ナベ様、私たちの力もお使いください。あとはまるでなのなんかこう専用の見た目があればいいんだけどな。あるにはあるんだけど、バニースーツとか水着とかばっかだもんな。あと学生服。鍋、お前のおかげで俺は食材を果たし、マヤを救うことができた。今度は俺がお前の力になる番だ。鍋ちゃん、あなたに見せてあげる。世界を救い、みんなを笑顔にするシルビア一世一代のエンターテインメント。重いだろそれ。エレノアよ、アーウィンよ、どうか見守っていてくれ。お主らの子に勝利と幸福があらんこと。
あなたを守ることが私の戦いだと思ってた。でもそれは違ったのかもしれない。あなたと共にみんなを守る、それが私の戦い。ナベよ、騎士として俺は誓う。たとえいかなる敵が相手だろうと、最後まで希望を守る盾であり続けることを。ベロニカお姉様、あなたのグズな妹も少しは強くなりました。だからどうか心配なさらないで、私はナベ様と一緒に戦います。やっぱね、勇者の剣ですから仲間たちの思いで撃たなきゃ。あれ、この紋章は上から見るとまさか。これで完成なのか。勇者の剣、果たしてどれほどの代物なのか。さあ鍋、手に取ってみろよ。なんか刀身は天空の剣っぽいけど、つかはロトの剣っぽいね。間違いないね、この力。前の勇者の剣超えたんじゃねえか、これ。鍋は勇者の剣を手に入れた。かっこいい。共に戦う仲間と空飛ぶ神の乗り物、そして新たなる勇者の剣、ついに魔王と戦う準備が整ったか。ああ、いよいよ大詰めだな。行こうぜ、魔王の城へ。ついにか。鍋様、いざ最後の戦いの地へと参りましょう。天空のフルートを使いケトスを呼べば、空に浮かぶ魔王の教場へもたどり着けるはずですわ。よっしゃ、では勇者の剣。おー、ほほほほ、攻撃が雷属性になる。あ、これがそもそも電系の属性になるんだね。しかも攻撃109って高えな。俺両手剣には負けるけど、十分でしょう。いや、いいね。まあ今あえてこうするけど。いや、無粋かな。ここでいっか、とりあえず。こうしておくか。さて、ではまあ今日だけで、このワンパートだけで攻略することは多分苦しいかと思いますけれども、行ってみましょうか。ラストダンジョンへ。ハードモード2つ。
天空魔女を覆ってた闇の結界が跡形もなく消え去った。いよいよだな。行きましょう、ナベ様。オメロス、天空魔女、魔王ウルノーガの居城、ついにここまで来たな。気を引き締めていくぞ。危ない、なんか来たぞ。この武器は何じゃ、何が起こった。我が剣を交わしたか。さすが数々の軍王たちをほふっただけはある。我が名は蛇竜軍王ガリンガ、魔王ウルノーガ様の居城、この天空魔女の番人である。勇者よ、非力な人の身でありながら我ら魔王軍の攻撃をかいくぐり、ここまでたどり着いたことは褒めてやる。だが、お前たちなど、魔王様が直々に相手をするまでもない。ここで我が、血祭りにあげてやろう。強そう。待てよ。さて、では、まあ、いつも通りに挑むんですけども、まあ、いくつか不安もあるので、あのフォーレムの敵はね。そしたらね、とりあえず、グラディウス。いつも通りね。違う、これじゃない。ワイパーファンク。入らないか。スリーのワイ防ぎやがる。ワイキルト。攻撃力高そうだから、ヘナトス。どうなんだ。魔王、マシの続き強いな。ワイパーファング、ワイキルド。エホイム、剣の舞。ああ、強い。ワイパーファング。よし、入った。グレイブ行こうか。
剣の舞。グレイグにも倍キルト。あ、もうちょいで終わるなこれ。おっと、おっと、グレイグ出番なし。お、いい経験値。新しい呪文メラソーマ、マジか。メラゾーマ落ちた。20ポイントか。全然足りないな。マルティナ。なんとしようかな。この辺か。じゃあもうちょいダメよ。この邪竜軍をガリンガが人間風船に敗れるとは、これが勇者の力だというのか。だが覚えておけ、お前がどうあがこうと世界はもはや魔王様のもの。過ぎ去りし時はもう戻らぬ。お、ブルーゴーブ。まあ、結構強かったよね。魔王ウルノーガーすぐそこだ。ナベ、行くぞ。たまにあれかな、魔王戦ぐらいはあの、バイパーファングなしでやってみようか。待っている、ホメラス。お前との因縁、ここで終わらせる。あっち何？あ、回復感情。え、飛んでくるのか、ここ。飛んでは来ないか。おっしゃ。では、今回はここで一回一区切りにしておきたいと思います。さて、ということでね、ラストダンジョン天空魔城。次回はここを探索していきます。おそらく一回で魔王呼ぶまではたどり着かないとは思いますけれども、可能な限りアイテム回収とかをしていきたいと思います。はい、ではドラゴンクエスト11実況プレイのパート75、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見切れなー。